見るだけ観光リサーチ、屋久島。屋久島は周囲約 130km、 面積は約 500km平方メートル、9割は森林。九州最高峰の宮之浦岳1936m を筆頭に、標高 1000m を超える山々が39以上連座しており、九州地方の高い山の1位から8位までが屋久島にあるという海上の山塊。その自然美は世界遺産の顕著な普遍的価値として認められています。集落や温泉、観光地などは島の周辺部を取り巻くように点在しており、島の周りの道路は約 100km、 ノンストップなら3時間ほどで一周できます。そんな屋久島について今回は観光スポットを中心に紹介していきます。ガジュマル公園。樹齢500年以上と言われる巨大なガジュマルをはじめ、亜熱帯の植物が多く見られる屋久島最大のガジュマル公園。入場料240円とかでお手軽、無料駐車場あり。東シナ海展望所。東シナ海を一望できる場所、方角的にも海に沈む美しい夕日が見られる絶景スポットです。田舎浜。日本一のウミガメ産卵地、800メートルの砂浜が続きます。とても綺麗です。5月から7月にかけては青ウミガメや赤ウミガメが産卵のために砂浜に上陸するので、産卵や羽化のシーズン中、夜間は砂浜への立ち入りを制限しています。産卵を観察したいときはウミガメ観察会に参加しましょう。屋久島灯台。屋久島の西端にある白い灯台です。100年以上屋久島の近海を航海する船の安全を守り続けています。まあ海って感じ。平内海中温泉。1日2回干潮の前後約2時間のみ入浴可能な、海の中から湧き出ている珍しい温泉。脱衣所もなく、また水着下着着用での入浴も厳禁ですのでご注意ください。大川の滝。屋久島の中の滝では水量規模ともに最大規模を誇り、日本の滝100選にも選ばれている迫力満点の滝。島内一の高さを誇る88メートルの断崖から豪快な水しぶきを上げて滑り落ちる様はダイナミックで、その水量に圧倒されます。無料駐車場あり。白谷雲水橋。人と森林の触れ合いの場としてレクリエーションの森に指定された屋久島自然休養林。宮崎駿監督が何度も足を運んでジブリ映画に出てくる森のイメージを作り上げたと言われている太古の森。車で近くの駐車場まで行けるため、体力に自信のない方でも気軽に行けます。樹齢1000年を超える屋久杉をはじめ、屋久島の原生的な森を鑑賞できるスポットとしても人気があります。トロッコ道。江戸時代頃から屋久杉は資材として注目され始め、トロッコは大正12年に伐採した屋久杉を運ぶために開通しました。縄文杉を見るためにはそのトロッコ道を数時間歩くのですが、人工物が自然とうまくマッチして、その景色には引き込まれる魅力があります。ただ長すぎるし結構危ないところもあるので、体力に自信のない人はヘキヘキするかも。ウィルソン株。400年ほど前に伐採された切り株で、中は大きな空洞になっています。大正時代に屋久杉を調査し、この大株を世に広く紹介したアメリカの植物学者ウィルソン博士にちなんでこの名が付けられました。縄文杉。樹高 25.3m、 標高周囲 16.4m の巨大な屋久杉です。縄文杉という名前の由来は諸説ありますが、当時推定された樹齢が4000年以上で縄文時代から生きていることから来たという説と、うねる幹の造形が縄文土器に似ていることからという説があります。推定樹齢7200年。本格的に伐採されるようになった江戸時代から凹凸が多く、垂直でないものは価値のない木とされていたため、奇跡的に伐採を逃れて現在まで残ることができたそう。平石岩屋。九州最高峰の宮之浦岳手前にある最後のピーク、標高 1700m。 ここからはなだらかな屋根伝いに登山道を歩きます。この辺りが森林限界で、高山植物を観察することができ、景色も絶景です。私は時間切れで頂上まで行けず、ここで折り返しました。登山の様子は別の動画に載せます。縄文杉までの喫茶とかも分かるので参考にしてみてね。屋久杉ランド。標高は1000から1300メートルにありますが、すぐ近くに駐車場がある気軽に行ける自然休養林。広大な森に5つのコースを設定し、興味や体力に合わせてお好みのコースを楽しむことができます。お土産ショップもあります。いかがだったでしょうか。1993年に白神山地とともに日本初の世界自然遺産に登録された屋久島。海面からの傾斜が稀に見る急斜面の山岳島のため、洋上のアルプスとも称され、特異な生態系と優れた自然景観を持つ国の宝です。人生で一度は体験するべきと私は強く思います。総じて1500万年前にできた奇跡の島、それが屋久島。ぜひ皆さんもビュータイム、細かい情報は概要欄に載せています。チャンネル登録よろしくね。やばすぎ、やばすぎ、やばいね、怖いもん、気持ちいい。でででででで
何なんだよ。陣地を超えたあれを感じるわ。